皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段と中国の羅旋華九段との軒詰対局の模様をご紹介したいと思います。この羅九段なんですけれども、中国のレジェンド棋士ですね。で、2006年に三星火災杯優勝してますね。イチャンを破って優勝してますね。まあ日本で言えば、まあ依田さんみたいな感じかもしれませんね。依田さんもよくネットで対局してますし、まあ、世界大会も優勝してますしね、三星火災杯優勝してますしね、まあ、依田さんよりもただ若いですね、まあ、45歳ですから、はい、では初手から見ていきたいと思います。羅九段の黒番です。まあ、小目で、まあ、中村二段はいつもの2連星です。で、ここからかかりましたね。こっちからかかりましたね。で、挟みました。まあ、中村二段はね、挟むのが好きですから、すごく。で、手を抜いてしまりました。で、かかりまして、付け引き定石ですね。で、開きまして、で、ここ付けましたね。まあ、これ付けた手はですね、まあ、これ三々に受けるのか、外に受けるのかっていうのを多分聞いた手だと思いますね。で、まあ、こっちから受けましたね。まあ、本来は三々から受けるのが本手なんですけれども、まあ、こっちから受けましたね。多分三々から受けたら、まあ、おそらく、まあ、こんな感じになるんですけれども、まあ、ここちょっと戦えるんじゃないか、みたいなことかもしれません。まあ、定かではないですけれど、そこは。しかし、外から受けましたので、これちょっと字でね、ちょっと得しましたので、まあ、ここまで打ちまして、で、まあ、跳ね継ぎましてね。で、ここで、これ、つけたんですよね。まあ、つけた意味はちょっとわからないです。意味はわからないですね。まあ、まあ、暑いから別につけてもいいやっていうことかもしれませんけれども。で、跳ねて、で、ここで三々入りましたね。まあ、この交換はあった方がいいのか、なかった方がいいのかなんですけれども、まあ、微妙なところだと思います。まあ、結局は熱くなったからね、もうまあ、捨てようということですね。で、三々入りまして、で、こっちつきましたね、こっちじゃなくてね。まあ、まあ、AI 時代になってこっち系受けるのが多いんですけれども、まあ、こっちをつぎました。で、一軒飛んで、で、受けましたね、ここね。まあ、ここちょっと跳ねる手とかいろいろありますので、受けました。まあ、当たり打つ手もありましたけども、まあ、こういうふうに桂馬に受けました。それで、まあ、低空飛行しましたね。低空飛行しまして、で、当て込んで、ついで、で、つけましたね。まあ、ここまでは、まあ、必然の手順ですね。まあ、ちょっと地は稼いだんですけれども、黒は、まあ、一応、白は、こう、ちょっと壁ができましたので、まあ、ここ、結局ね、地を稼ぎましたけど、やっぱりこの壁の方、価値の方がどうも高いみたいですね。それで現在の形勢なんですけれども、今は黒白が 65% で2目ほど有利ですね。ちょっとこの辺の模様がね、まあちょっと大きくなってきた感じがしますね。で、肩つきまして、まあ出ましたね、これね。で、一軒飛んで、で、打ち込んできましたね、ここで打ち込んできましたね。で、防止しました。で、一軒飛んで、覗いて、まあ、ここを守りましたね。まあ、ちょっとこの辺、地を作ろうということですね。で、曲がりまして、ここで手を抜いてね、こっち打ちました。曲がった手はちょっとね、足が遅かったと思いますね。で、ここに打ちまして、今は、白が、勝率、86% で5目半ぐらい有利ですね。はい。この曲がりはちょっと問題でしたね。それで、まあ、ここの辺がちょっとものすごく大きくなってきましたので、まあ、ここは入ったんですけれども、まあ、ここからもう猛攻ですね。中村二段が、ここから猛攻が始まります。一軒飛んで、覗いて、一軒飛んで、で、ここに打ちましたね。独特の感覚なんですけれども、ここまあ正確にここね入りましたね。で、
桂馬に打ちまして、でここ遮断はしなかったですね。遮断せずに、まあこっちはつながってもいいけどこっちを遮断するという、まあこういう手、そういう手ですね。これはね、で押し伸びてかけついて、まあ膨らんで覗いて、でここでねこっちねこすみましてね、まあこっちの3子をね、まあ取ろうという手ですね。ちょっとこの石危ないですね。で伸びて、まあこっち伸びて、まあ一間飛んでかけてつけて跳ねて、まあ一間飛んで遮って切って、まあ当たり打ってで桂馬に飛びました。でここでまあコスミつけましたね。で連絡してここにつけましたね。まあこれはもたれ攻めですね。ここでちょっと厚くしてこの石取ろうということですね。まあ、ただ現状ではちょっとこのね黒がここ継いだ時、まあ、この石どうするのかっていうのはありますね。ちょっと気持ち悪いですね、ここの継がれたところは。だからここでまあ抜く手もあったんですけれども、安全にね、まあ、とりあえずここをつけました。で一間飛びましたね。手を抜いて一間飛びました。まあ、ですからまあ手を抜いたので跳ねて押さえて、そこで押さえましたね。で割り込んで当たり打って出て押さえて跳ねて、でここでねこっち当たり打ちまして伸びてこっち押して、でこう切りまして伸びてで跳ねてで当たり打って、まあ、ここ当たり打ったんですけれども、ここで、まあ、これ抜いたんですけれども、ここでですねこれを取りましたね。この2目取らなかったですね。結局ここでこの2目を取るのは、まあこれこう継がれてこれやばいと見たわけですね。実際こう継がれるとこの石が確かに2眼はないですね。正確に打ったらおそらく死ぬ可能性が高かったと思います。まあ、そこでね、まあ、こう打ちました。ですからまあこれ抜きまして、まあ、先手ですね。これ非常に大きいですね。先手で取りましたから。で曲がって、まあ、これ2子取られたら大きいですから、で抜いてで当たり打って、これでですねまだはっきりと生きてないですね。これこの石、ここで白がこういう風にいったらこれは生きてはいないですね。ただこっちに目ができるかどうかなんですけれど、ただここがちょっと気持ち悪いですね。ここがここがこう継がれた時はちょっと気持ち悪いですね。まあしかしここでねこっちを受けましたね。もう地を作ろうということみたいですね。どうも中村二段の考えは取りに行かずに、まあ、取りに行っても面白かったと思うんですけれども、今ここ伸びましたね。まあ、この手はそうですね、まあ、例えばこれ打たなかったら、打たずになんか別のとこ打ったら多分こういう手が嫌だったかもしれませんね。で こ, ういうでこれはそのままあの丸飲みされるので、まあ先手でこれ取られるので、まあ、そういう意味が嫌だったのかなっていうことかもしれませんね。ただこっちが危ないですから。でもまあここ伸びまして、中村二段もここで伸びましたね。ちょっとワンテンポ遅いんですけれども、まあこれは効かそうということですね、後々。でまあこれはもう取らないといけないので、でここ抜きましたね。まあここ抜くのは重要ですね。ここがこう継がれたりすると結構気持ち悪いんですよね、白も。ですからここ抜くのは非常に重要でした。で現在の形勢なんですけれども、白が97% で今15目ぐらいリードしてますね。ですからもうここの字ここの字ですから非常に字が非常に大きいと見ています。特にこの下辺の字がねここ多分全部字になりましたので、まあ、これがちょっと大きいと見てますね。でまあここでねこれ取りましたね。まあ大きいところですねこれね。
まあ、字で頑張らないといけないですから、これまだはっきり生きてないんですけれども、まあ、手抜いてこっち取りましたね。で中村二段はこっちを封鎖しましたね。まあここではこういく手はあったと思いますね。これで生きてはいないような気がするんですけれども、はっきりと生きてはいないですね、こう言ってたら。ですからまあここでこういうふうに言って、まあここでちょっと暴れるくらいなんですけれども、ですからまあそれを未然に防いでいく手だったかもしれません。で次に行くぞっていう手だったかもしれません。でここでここを打ちましたね。まあこれはね、まあまあこう言ったら、まあこれで連絡っていうことですね。はい、これで連絡っていうことです。まあそういう手ですね。まあ受けた手ですね、だから。ただし、こういう手は効率的に見えるんですけれど、何かの拍子に、この手が先手になったりすると、この石が危なくなりますので、まあ、そういう危険性ははらんでいますね、この手は。効率的な受け方ではあるんですけれど。で、まあ、一桂と言いまして、まあ、大きいとこ行きましたね、ここね。まあ、最大ですね、盤上で、今。で、切りまして、当たり打って、伸びて、下がって、まあ、ここね、ちょっと削減しようということですね、この辺ね。ついで、で、一軒飛んで、まあ、そこでね、手を抜いてね、さらにこっち一軒飛びました。まあ、現在の形勢は白が 97% で、まあ、9目半ぐらいリードですね。リードしてます。で、まあ、これ、当たり打ちまして、で、ここ押しまして、曲がって、で、ここね、ちょっと地にしようとしましたけれども、まあ、ぶつかって、まあ、そこで手を抜いてね、今度こっちを回りましたね。まあ、ここをね、が大きいということですね。で、まあ、下がりまして、押さえて、曲がって、押さえて、で、こうつけまして、これはもう押さえて、で、跳ねて、伸びて、覗いて、ついで、覗いて、竹振り打って、で、入りましたね。まあ結局ここは陣にはあんまりできなかったですね。ちょっと寄せられてますかね、今ね。そこで、押さえて、跳ねて、で、挟みつけて、ここでこっち継ぎましたね。これ下がる手も成立してたと思いますね。ここで下がっても特に手にはならなかったと思います。で下がっても良かったと思うんですけれども、なぜか継ぎました。で、まあ、渡りまして、で、ここ跳ねたんですけれども、さあ、ここでですね、まあ、黒がですね、ここに受けたんですけれども、この手はですね、実は大失着っていうか、これはミスでしたね。この手はミスで、実はここでは、黒はこういうふうにね、継がないといけなかったと思いますね。しかしまあ、多分形がいいということでこっち打ったんですけれども、これちなみにここでですね、まあその、この後中村二段これを取ったんですけれども、ちょっとこれはまあミスでしたね、はっきり言って。この手は。ここでは、これを切っていたら、おそらくこの碁は割っていたんじゃないかなと思いますね。これこう行くしかないんですけれども、まあこう行って、まあ、抜いて、まあ、こう言って、これを、抜かせるわけにはいけないじゃないですか。これ取られてしまいますので。うん。これも取られるかもしれないし。で、これも継ぐしかないんですけれども、ここで、これが先手になるんですよね。で、これが先手になったら、この連絡がなくなってるんですよね。これ取らないといけないですよね。こうやって。すると、こう言ったら、これが死んでましたね。ここは半眼しかないし、まあ、ここに一眼できるかできないかですから、これで死んでたんですよね、この体積が。ただ、この手は多分見てなかったと思いますね、中村二段は。
まあ、ここに行きまして、そこで、まあ、こう切りましたね。ここでもまだこの手は残ってますね。ここでもこの手は残ってました。しかし、まあ、ここでね、ついで、で、まあ、当たり打って、まあ、当たり打って、ついで。で、今度は、両当たりがありますので、まあ、下がって、で、ここを跳ねて、で、押さえて、で、ここに打ちまして、これでもう、ここに一眼とここに一眼で、これはもう行きましたね。この黒が。しかもこれ先手ですからね。で、抜いて、これでですね、ちょっと逆転されてしまいましたね。今は、黒がいいですね。黒が、勝率 78% で、2目ぐらいいいですね。今、黒が逆転しましたね、これでね。あれだけ良かったんですけれども。で、まあ、ここ、まあ、竹譜に打ちました。まあ、先手ですね。で、こう、継ぎまして、で、こう、つけまして、下がって、で、ここを受けましたね。まあ、これを受けたのは、本手ですね。まあ、ちなみに、これ別になんか違う手を打ちますと、先ほどの手も、手がね、ありますね。例えば、まあ、こういう手打ったりなんかすると、また先ほどの手がね、まあ、取れはしないんですけども、今度は。こうやって、こうやって、これが先手になりますね。はい。こういうふうに寄せを打つことができるので、これを打たれると、これはまた白が逆転しますので、ですから、ここに受けた手は、まあ、本手でしたね。まあ、実はこう受けた時にこっちで受けたんですけれども、こっちで受けてれば、もうちょっとね、良かったんですけれども、1目半ぐらい有利だったんですけれども、まあ、こっちで受けましたので、まあ、1目ぐらい損しましたね。はい。で、まあ、一間飛びまして、抜きまして、まあ、竹筆で連絡して、で、出て、まあ、跳ね継ぎ打ちまして、で、押さえて、張って、押さえて、挟みつけて、下がって、伸びて、ついで、で、これ伸びたんですけれども、この伸びた手がちょっとうっかりした手でしたね、黒が。ここでですね、中村二段がね、ここにね、割り込んだんですけれども、こう割り込んだ手がですね、これが妙手でしたね、寄せの。これ、こういうふうに取るわけにはいけないんですよね。こういうふうに取ると、まあ、こういって、これいかれて、これは、こうつながらないといけないんです。こういって、こういって、これ落ちてしまいますね、これがね。ですから、これ打たれて、結局黒は、まあ、一回これ打ちまして、これはまあ、時間つなぎだと思いますけれども、で、こっちこう下がるしかないんですよね。で、ここでもう、伸びて、これ先手ですね。で、ここを渡らないといけないですから、で、またこれが先手ですよね。で、ここを受けて。で、ここまで、ビシビシッとこう先手で打つことができたんですよね、これ。これでですね、今度は逆にね、白が逆転しましたね。白が今は勝率 93% で3目半ぐらいリードしましたね、これで。この手で。で、まあ、ここでですね、ここに打ったんですけれども、これがね、ちょっとミスでしたね。これがミスでした。まあ、ここで受けたんですけれども、ここではですね、この手ではなくて、ここにつける手があったんですよね。この手では、ここにつける手があったんですよね。すると、これどう受けても、まあ、こう受けるか、まあ、こう受けるかなんですけれども、まあ、例えばこう受けたとしたら、まあ、ここでね、まあ、これを継ぐと、これは、これ、ほかっときますと、なんかこういうとこ打ちましたら、こう、次が先手になるんですよね。ですから、これ、攻め取りになってしまうんですよ、ここが。ここが攻め取りになってしまうと、これで結局3目ぐらい違うんですよね。ですから、
まあ、この手が大きかったんですけれども、あとこの手でさ、こっちの方に打つのはこれはもっと良くないですね。まあ、当たり打たれてこれ継がせるわけにはいけないですから、こういって、まあ、一回これ打ちまして、まあ、これ継いだらこっち打って、こういって、こういって、これはちょっとこうはやれないでしょ。ここで結局取らないといけないんですけれども、これ花見子になってしまいますので、結局これ取らないといけないんですけども、こういって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 、めちゃくちゃ寄せられますので、これはもうダメですから、こういう寄せがあったんですよね。しかし、まあここに打ってしまって、これでですね、まあここに受けられて、これで半目勝負になってしまいました。白が半目いいんですけれども、まあ、今は白が勝率69%で半目よりですね。ただ、中村二段は結構こういう小寄せはうまいですから、まあこの後逃げ切れるかっていう話なんですけれども、まあここ打ちまして、こう、まあ全部先手で打ちましてね、まあこれ取りまして、こすりつけて伸びて、継いで、まあ、ついで、下がって、下がって、受けて、で、跳ねて、抜いて、ついで、で、ついで、で、こう取りまして、今ずっと半目勝負なんですけれども、中村二段がここからはどうも正確に打ってるんですよね、ずっと。で、結局、最後まで打たれまして、中村二段が半目勝ちしましたね。はい。以上です。